宮川真也と言います。では始めていきたいと思います。次のスライドお願いします。宮川真也と言います。2018年度の施策駆動コースを修了しました。で、参加当時は修士1年生で、今は社会人になって、IT 系の企業でセキュリティに携わることをしています。ただ、趣味の方とかが、技術系イベント参加だったり、電子工作だったり、ログ分析とかが好きで、直接的なセキュリティを改善したいかどうかとかっていうのも、悩んでた時期に、こういったセキハックに参加しました。次のスライドお願いします。で、まずなんですけれども、セカック365を知ったきっかけですが、自分がそもそもその技術系イベントが好きで、そういういろんなイベントで顔を出して、いろんな技術知って、あ、これ面白いなとか、あれ、これセキュリティ的に大丈夫なんだろうかとか、そういう不安になったりとかってするからよくありました。で、そういう時の、とある時に、横山先生が、セカック365ってやるから、興味ある人はみたいな。いや、今回みたいなこういう場が、オフラインであったんですけど、その当時、何も知らなかったんですよ。そもそもセキュリティイノベーターを始めるとかしか聞いてなかったので、なんだろうと思いながらも、翌年ですかね、に、施策駆動コースっていうのがあるよっていう、できたよっていうのを聞きまして、施策するのか、じゃあ僕が今先ほども言ったんですけど、技術で、セキュリティ的になんか解決するために工学作っても、なんかこれ使い方教える段階でとか、そもそも危ないじゃん、電気のやつ触るの怖いなとかって思われて不安だとかっていうところで、やっぱりセキュリティどうしようとかって、そもそものところで悩んでしまう人もいるので、そういうこともじゃあ考えて悩みながら進めてみるのができるのかなっていう、最初はそういうノリで、あ、じゃあ試作したいから、試作の応募しよう、参加してみるしかないっていうので、参加しを、試作のコースに応募を決めました。次のスライドお願いします。で、先ほどもちょっと言っちゃったんですけど、コース選択の理由が、工学で自分がもともとやっぱ工学系の研究室にもともとはいたので、工学を極めたり改善すれば、本当に不安がない安心安全で楽しく、技術を使えるセキュリティを気にしなくても安全に使える社会が作れるのかなと思ってたんですよ。ですが、やっぱり無理だなっていうのは、やっぱインターンとかそういったものとか将来考えるにあたり感じていて、かつよく今も、当時ですかランサムウェアとかで、身代金要求とか、暗号資産とかそういったものとかの事件もあったので、社会的背景や問題で、やっぱりもっと考えた上で じゃないんですけど、もっと違うところで解決策だったり、もしくは絡めて解決策っていうのを見つけていけないのかなと思って、コースを試作のにしました。で、活動内容としては、もう試作ゼミみたいな感じだったり、自分たちで有志であれこれ議論したり相談したりとか、そういうのをしてました、日々。で、結局、何か作っては、なんか違うな、っていうふうに、やめてしまう人もいれば、自分もそういうタイプだったんですけど、それをとにかく極めて作って改善して、速度も含めて、こんだけいいものを作るんだ、みたいなことをやってる方もいて、多様性の効果だな、っていうのを感じながら、日々、試作駆動コースでゼミだったり、開発だったり、を議論だったりしていました。次のスライドお願いします。で、作品と苦労したことなんですけど、実際自分もこのサービス自体、なんか作ろうかなって言って、不安軽減をする方法のためのプロトタイプのアプリケーションを作りました。で、なぜ作ろうかと思ったかというと、もう結局は安全のために技術を高度化して、それをラップして、使いやすくして、これ使ってれば安全だよっていうと、そういう考え自体も危ないので、だったらそこの何が危ないのかなって思ってるところを明確にしてあげたかったり、少しでもそれに寄り添ってあげたいっていうところに、自分は重きを置くっていうことに、最終的には着地しました。で、苦労したことなんですけど、常に試作し続けてるっていうこともあって、毎回毎回もうグダグダでした。ただ、かつ、締め切り駆動候補す、先ほどの古川さんも書いてらっしゃったんですけど、締め切り駆動コースに実質な最終的にはなっていって、あ、やるぞやるぞっていう、締め切りがあるからこそ、
1年間って限られた期間だからこそ、ちょっと頑張ろうっていうふうに自分の中でブーストかけて進めていくことができました。で一方、研究は思う存分やるとかっていうのは、やっぱ修士の頃とかもやってたんですけど、それとはちょっと違って、ある意味、これはハッカソンなので、1年間ってところでどうやるかっていう配分だったり、実際の研究との内容切り分けがちょっと難しかったことだと自分は感じています。次のスライドお願いします。ただ一番の思い出の良かったことを言うんですけど、研究の議論仲間が工学系だけだったりとか、そういう仲間しかもともといなかったんですけど、このセクハックの試作ゼミだけじゃなく、試作コースだけじゃなくて、他のコースの人とも議論したり、仲間も増えて、様々な場面での、こういうセキュリティのあり方があるんだなっていうのを自分は知っていくことができたのが一番のいい思い出ですし、一番良かったなと思っています。しかも、習慣化とかそういったものも、このセクハック自体で日頃から行う習慣をつけることができたおかげで、普段から書き出して考えて動かす。で、そこからまた考えるみたいなこともできましたし、自分の歩調っていうものもある程度把握することができて、それを利用しながら、試作しながら研究も上手に進めていくことができるようになりました。次のスライドお願いします。で、この写真なんだって思うんですけど、朝、こういうの見ながら、あっと思いついて、そこからいきなりゼミの人に、コースのメンバーに話して、そこから盛り上がるみたいなこともあるぐらい、どこに機械が転がってるかわからないので、そういった機会を増やすのもですし、自分のある意味そういう場に置くっていうことも、このセクハック365だからこそ、できたのかなと思ってます。次のスライドお願いします。終了後の活動なんですけど、試作駆動コースだけのメンバー以外にとも研究だったりセキュリティだったりいろいろ議論することが増えたおかげで、そこの中で一緒に研究して論文出したり、セクハック365の中のイベントを、みんなで終了制度で開いたりとか、さらに、もう研究のヒントを普通に終了制度同士でいただきながら、より良い研究だったり好きな、ものづくり、セキュリティに関するものづくりも開発もできるようになりましたということで、自分の発表は以上とさせていただきます。ありがとうございました。